この動画では、実験当日までに行ってほしい準備について説明します。まず、メールで ZIP ファイルが送られてきます。その ZIP ファイルをダウンロードしてください。この下矢印ボタンを押すと、このような画面になります。この画面では、ダウンロードエニウェイを押してください。これを押すと、左下にダウンロードの表示がされます。ダウンロードされたファイルは、ファインダーのダウンロードというところに入ります。ここではデスクトップに移してきました。この ZIP ファイルを開いてみましょう。ZIP ファイルを開くと、Mac というフォルダーが出てきます。この Mac というフォルダーの中にある ZIP ファイルを開いてください。開くと、もう一個 ZIP ファイルが入っています。このスーパーラブ6リモートという ZIP ファイルを開いてください。開くと、このアプリが出てきます。このアプリを、この Move the ZIP file to this folder というフォルダーに入れてください。そして、このフォルダーに入ったアプリをもう一度元のフォルダーに戻します。もう一回戻ってきたら、これで準備は完了です。